よし、山にこもるぞ。は？山へ行って大衆の生活を体験するのだ。国を治める者として国民の生活もわからないようでは真の治世者とはなり得ないからな。どうしたの突然。突然ではない。俺はいつも民を、そして愛する者のことを思っている。じゃあ山にこもるのがナスラの民のためなの？その通りだ。その割には楽しそうね。何を言う。玉座を開け政務を滞らせるのは胸が引き裂かれんばかりに心苦しいが、この国を思えばこその苦渋の決断だ。問題ない。この提案はノールが進めてくれたのだ。え？実は先日お忍びで町に降りていたのがノールにバレてな。あなたまた一人で町へ行ったのね。ちょっとした息抜きだ。その時の話し合いで俺の国民の生活を知りたいという熱意が伝わったらしい。ものすごく話を端折っているわね。ではもう少し説明しよう。町へのお忍びは国民の生活を知るためだとの俺の主張に、したことがないものは分かりようがないでしょうとノールが言ったのだ。だったら経験してみようという運びになるのは至極当然の流れだと思わないか。じゃないじゃない。それは違うぞ。何かを習得するには経験するのが一番だと教えてくれたのは他でもないノールだからな。その言葉は今回の事例には当てはまらないんじゃない？ノールだけではないぞ。習うより慣れろというではないか。言葉で聞くより実行する。偉大なる先人たちの教えだ。どうやノールはあなたに王族としての自覚を持てって言いたかったんじゃないかしら。うん、そうとも言うかもしれない。本当はあなたも分かって。さあ用意ができたぞ。馬の用意もウルにさせている。行こう。トーヤ、ちゃんと私の話を聞いて。聞いているさ。だが俺にも妻との二人きりの時間を要求する権利があるはずだ。なのにここのところ政務が多忙すぎて新婚旅行も行けていない。俺たちは新婚だというのに由々しき事態だ。
方がないで済むか。俺たちは互いの組の行く末も背負っているのだから、夫婦仲が悪くなったら一大事だ。飛躍しすぎよ。ではお前は俺と二人きりになりたくないのか。それはもう、私だってあなたとゆっくりしたいけど。なら決まりだ。ではいざ行かん、冒険の旅へ。見つける場所があってよかったわね。そうだな。まったく、自分から言い出しておいて追っ手を差し向けるとは、ノールベなんてやつだ。どうした？何か面白いことでもあったのか？何でもない。ただ幸せだなと思って。なんだ突然。だが、俺も同じことを思っていた。やっと二人きりになれたな。いつもなんだかんだとくっついているじゃない。城の中はいつも慌ただしい。なかなか一緒にいられないではないか。仕方ないわよ。またそれか。お前はもっとわがままを言ってもいいのだぞ。忙しい時間を縫って私のために体を開けてくれているのを知っているもの。今のままで十分よ。我が妃は物分かりが良すぎて困る。
のせいだ。そうかしら。だとしても少し苦しいわ。腕をほどいて。ならば、こうすれば苦しくないだろう。細かいことは気にするな。おとなしく俺に運ばれろ。今夜はダメ。私たちこれからここで暮らすのに何もしていないんだから。夕飯の支度とかお風呂の準備とか、とにかくたくさんやることがあるの。そんなものは後でやればいい。俺も一緒に手伝う。お前の好きなものが買えなくてすまなかったな。あるもので暮らしていくのが民の生活だもの。好きなものがいつでも買えるという考えからは脱却しないと。何を作るんだ。今日はあんまり食材がないから、さっき市場で買えたお米を使ってお粥にしようかしら。そうか、俺も手伝おう。ありがとう。じゃあ火を起こしてもらえる？ああ、それなら得意分野だ。本当にこんな食事で大丈夫？私は質素な生活も慣れているけど。いいんだ。今回はこういう生活をすることが目的だったしな。ならいいけど。それにしても本当に火を起こすのに慣れているのね。手際が良くて驚いたわ。行軍中や薬の実験でよく火を使うからな。日が暮れきってしまう前に火を起こすための材料だけを集めておいてよかった。ちょっとだけ。
だって言ってるのに。お前が可愛すぎるのがいけない。といえば俺が邪魔したからだ。そうね。おい、少しは否定してくれ。じゃあ食事を済ませちゃいましょうか。疲れていないか？ええ、大丈夫よ。そうか。では、やっと二人きりでゆっくり。いけない。お湯の用意をしないと。あ、ごめんなさい。何か話の途中だった？では、夕げのお礼に俺がやろう。大丈夫よ、私がやるわ。いや、俺がやる。お前は疲れているだろ。ダメよ、あなたも疲れているでしょ。今日用意してこよう。ありがとう。私は浴室を掃除しちゃうわね。用意ができたら一緒に入るか。いよいよ恥ずかしいもの。何を今さら。とにかく嫌。一緒に入るにはここの浴室は狭すぎるか。そういう問題じゃないの。わかったわかった。Thank you.
なーに？もうね。あ？やっと抱きしめられた。狭いから私が床で寝ましょうか。何をバカなことを。一緒に眠れば問題ないだろう。でもトウヤは体が大きいし窮屈でしょ。狭いのもなかなかいいものだ。こうしてお前のそばにいられるからな。